パイセン違うスパイセン、あーパイセン強っ。違うんです、みどりさんと見せかけてパクれよ。チャンネル登録通知オン、よろしくね。ジョニーンさんの中堅らしいです。今日はですね、テイスティープラネットをやっていきたいと思います。はい、こちらのゲームですね、超絶懐かしいでしょ。ね、ラッシーさんもめちゃめちゃ懐かしいなと思っておりまして、こちらですね、なんと新作、ではないんですけど、ラッシーさんがなんとですね、なんか面白いゲームないかなと思って探していたらね、あのね、ラッシーさんがまだプレイしてないこのシリーズがあったんですよ。うおーと思って思わず買っちゃいました。テイスティープラネット初代なのかな、これが初代テイスティープラネットみたいですね。こちらのシリーズね、フォーエバーとかなんだかなんとか2とかはねやってたんですけど、どうやらこちらのシリーズまだラッシーさんやってなかったみたいです。なのでですね、これ久しぶりにやっていこうかなと思って、いやー、テイスティープラネットシリーズからラッシーさんの動画をね多分 見始めたっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね。なんでね、まあ、懐かしい気持ちになれると思いますので、ぜひラッシーさんと一緒にこの夏テイスティープラネットを楽しんでいきましょう。ということでですね、レッツプレイ。さあ始まりました。あ、こういう感じだった、そういえばねえ。じゃあちょっとこの顕微鏡の世界から、虫の世界、そしてチーズの世界、海あるね、海楽しみ、そして猫の世界、街、空、宇宙、そして全てを飲み込むみたいなね、早速プレイしていきたいと思います。いくよ、こちらレッツスターティー。はい、始まりました。あ、博士、相変わらず、博士ですね。なんかよくわかんないけど、実験でね見つけたみたいですよね、この子。さあ、次行ってみましょうか。お、なんか発見しました。さあ行きましょう。あ、いや懐かしいモップちゃん。そして何を食べているんでしょう、これは。何か、ちっちゃなゴミみたいなものですかね。これを食べているんですね。さあ、そしてこれをどんどん食べていくと、このモップちゃんはですね、なんとね、大きくなっていくんですよ。そしてすべてをすべてをこの地球をも我々をも、飲み込むほどにですね、でっかくなっていくんですよ。さあ今はまだですね、2.1、マイクロメーターのね、目にも見えないほどの大きさでございますが、この目にも見えない微生物が我々をですね、あ、さあ見てください、なんか食べられるようになりました。これなんですか、これは。これはなんか、あ、ちょっと大きくなったやつみたいな、この茶色いゴミがさらに大きくなったやつみたいです。さあ、ヤミって言ってるよ、ヤミ、おいしい。さあ、おいしい。さあ、そろそろちょっと飽きてきましたね、このダストだけでは飽きてきてしまいましたよ。今ね 4.6 マイクロ、ミリメートルというところですか。ああ、クリアしました。おっぱーいって言ってねさあ、変わってないですね、このゲーム面白い。さあ、レベルコンプリート、銅メダルもらいました。さあ、2つ目いきましょう、レッツゴー。今度は、おっと、なんか食べられるものが出てきました。これは何でしょうか、花粉、あ、バクテリアですかね、なんかバクテリアです。バクテリア、おっと、バクテリアの世界だ、これは懐かしいね、みんな。さあ、この赤いやつってこうやってかじられるとね、食べられちゃいますか。あ、赤いの食べれるよ、ちょっと待って、食べれるやつと食べれないやつがいる、これは食べれる。オッケーオッケー、そこ大きさを見極めていかないとダメ。よしよしよし、いいぞ、結構、ちょっと待って、この緑のやつがさ、赤いやつ食っちゃってんじゃん。見て、これ食べられるよ、ほら、あいつ食べねえのかい食べろよちょっと動画的に食べてもらわないと困んのよ、食べてあげてよ、ほら、ね、あ、ほらほら、でもこいつもほら食ってんじゃんね、食ってるから、あの緑くんが、あの赤いの、ごめんなさい、ちょっと待って、あいつトゲトゲで怖いからさ、緑食える、あら、もうもはやここはラッシーさんの時代、緑がなんぼで、やばい、ごめんなさい、まだ食えないですね、大きい緑は食えないですね、ごめんなさい、パイセン違うんですよ、違くねえよ、食べれる、これ懐かしい、この感じ、ねえ、違うんです、ごめんなさい、パイセンの食べ物を食べようと思ったんじゃないですっていうね、このフレーズですよね。よっしゃ、おっぱい、やりました。なんだろうね、これ、ネチョネチョしたバクテリアとか細菌類をね、食べて大きくなったんでしょうね。お、シルバーゲットしました。さあ、細菌世界まだ進んでいきますよ、細菌世界。おっと、なんだ、アメージングって言ってますね、なんか食べられちゃったよ、痛いな、指が。さあ、これで、あ、やばい、これこの子の中入っていっちゃうんじゃない、体の中。
やーやばい、ほらちょっとこれ血液だ、血液。さあ赤血球ですか、赤血球を食べてきますよ。さあただですね、ここは白血球が襲ってきますね。勇猛果敢に白血球に襲われないようにって言おうと思ったら本当に白血球を襲ってきますね。さあただこの花粉なのかな、これバクテリアかな、バクテリアを積極的に、やっぱ赤血球はね体を守ろうとしてるんで、ほらほら多分来た、ほら白血球がなんぼのもんじゃーい、白血球がなんぼのもんじゃーい、ほらほら白血球も食べちゃいますよ、やばいやばい。体の中でこんだけでかく、アメーバがでかくなったらやばくない、どうなっちゃうのどうなっちゃうのこれ。さあもうすぐ1ミリになりそうですね、今28ミリマイクロメートル、さあ30まで来ましたよ。これは結構血液の中に、これぐらいの大きさのものが、いるとですねやばいことになっちゃうんじゃないでしょうか。これはちょっと、あ、ちょっと待って、なんだこれなんだこれ、おいしい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 、やばい食われた、うわ食われるんだ、食われた、見た今の一撃で食われた、マジか、ちょっと待って、こんな食われるゲームだったっけこのゲーム。おおびっくり、そうかそうか、食われるんだ、みんな食われるぞ、気をつけろ気をつけろ、よしよしよし、ちょっと食われないように、よしよし、この丸いなって丸いなって、さあどんどん食べていくよ、どんどん食べて、やばいやばい、どんどん来ちゃうからどんどん来ちゃうからどんどん食べないと、どんどん来ちゃうから食べないと、やばいやばい、間に合わない間に合わない間に合わない、全然間に合わない全然間に合わない、やばい食べ残しか、お残しはいけまへんっておばはんに言われちゃうよ、おばはんに、やばいやばい、ちょっと待って、早い、ちょっと落ち着けて、オッケーオッケー、やばい来たぞ、あいつ敵対的バクテリア来ました。さああいつにはね食われますからね、食われないよ、ごめんなさい、違うんですよ、パイセン、あーパイセン強っ、パイ、うわ強っ、こんなに、こんな死にゲーだったっけこのゲーム、やばい、びっくり、クリアできないんだけど、マジか、結構難かったな、こんな難しい、わー、なんだ、何がわーなのかよくわかんないんだけど、ちょっと待って、外国人が喜んでる、様がよくわかんないよね、本当にもう、闇、オッケーオッケー、さあ、黄色よくいんだ、黄色がいた、やばい、ちょっと面白くなってきた、ちょっと燃えてきちゃったらしいさ、これ嘘でしょ、マジか、こんなに白熱するゲームじゃなかった気がしたんだが、そうか、久しぶりにやったらめちゃめちゃ面白いな、やっぱりテイスティープラネットね、やばい、こいつ全然食い逃してる、オッケー、バラってバクっつって、オッケー、いいね、いい感じじゃない、これかなり食い始めてますよ。さあ黄色にも食える、黄色にも、オッケー、さあ緑が来る前にパク食べて、大きく、やばい、ごめんなさい、緑さん、違うんですよ、小池知事のファンなのか何なのか知りませんけれどもね、別に緑の世界を、違う、荒らそうとしてるわけじゃないんですよ。ちょっとほらね、残ったやつもったいないじゃないですか、残飯処理班ですよ、僕なんて所詮残飯処理班です、違うんです、緑さんと見せかけてパクリ、おら緑がなんぼのもんじゃ、よっしゃめっちゃ食ってる、よし、無敵、あぶねー、これでもうやられることねえぞ、オッケー、さあ緑もすげえちっちゃくなったね、緑もすげえちっちゃくなりました。さあ600マイクロミリ、さあこれは1000までいけば1ミリになれるんじゃないでしょうか。さあよっしゃ、オッケー、クリア、やりました。いや緑のバクテリアめっちゃ強かったじゃん、これびっくり、いや面白えなこのゲーム、マジこんな面白かったっけ。ちょっと待って、ここだけどうなのか、ちょっと尺に触るからもう一回やらせてこれねえ、いやこんな面白かったっけなこのゲーム、いやちょっと久しぶりにやったらめちゃめちゃ面白いわ。さあこれもう一回ね、これ金にしていきたい、金に、これは何、時間の問題、金って時間だよね多分ね。さあ食べていく、オッケー、よし、一回もこれミスしないで食べて、でもミスとかなかったよなこの目、速さなのかな、やっぱりこれ食べる速さ、いっぱい動いた方がいいってこと、よし、さあめっちゃ動くこれダッシュとかないからな、意外とその辺が結構あれなんですけど、だけどまあでも OKOK、くるさあでっかいの積極的にでっかいのを多分ね食べていけばすぐ大きくなれるはずなんで、積極的にでかいのを食っていきたいところなんですけれども、意外とでかいのが出てこないんですよねこれね、またね、うん、よくできてるねこれ今、さあ来た、さあどうだ OK、 金目指していきたい、どうだ食えるだろうもう、 OKOK、 おしいいぞ、でかいの食ってくる、よし、さあ来い、でかいの来い、でかいの来い、あと1個ぐらいだぞ、でかいの、おっしゃ来た、
おっぱい、よっしゃー。いやでも金いかないもんね。結構今本気でやったよ、ガチで。金むずすぎね。ね、ということで、いや久しぶりにこのゲームめちゃめちゃ面白い。いやめちゃくちゃ面白いわ。やっぱこれだね。ちょっとまた次回もやっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。いやこのシリーズマジ面白い。これ全クリするまでやりますからね。うん、他のシリーズももしかしたらこれちょっと面白すぎてやり始めちゃうかもしれない。なんかねモッドあんだよ実は。モッドこれだから全部クリアしたらモッドもやっていこうかなと思うので、ぜひね見てくださいね。ということで今日この辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバイ。